満喫しているようだな。Thank you.
Thank you.
今の俺を形作るすべては兄から与えられたものだ。貴族としての作法も宮廷剣術も馬の世話の仕方も俺にとっては天上の相手に等しい。その傍から見ればこれほどバカバカしい話はないだろう。だが今の俺は知っている。どんな大貴族だろうと所詮は一人の人間だということを。承福の息子として父からないがしろにされながらも貴族であろうとしたこと、それは亡くなった母への義理立てのようなものだった。だがお前やレイグニッツたちと共に七組で過ごして貴族としての真の誇りを追求したいと思えるようになった。俺は必ずや兄を乗り越えてみせる。与えられた肩書きのためではなく、ユーシス・アルバレアとしての誇りを示すために。この学院で得た無二の友人、お前とならそれを成せると信じている。
どこかの誰かの影響だろう。この内戦がどう転んでも、帝国における貴族の在り方は変わっていくだろう。だが、俺たちの誇りは何があろうと変わるまい。上等だ。せいぜい遅れずについてくるがいい。リン、なんだかんだで今日は疲れたからな。読み残した本でも読んで休んでから行くつもりだ。お前も時間があるなら付き合っていくがいい。別に改まって話などをしたいわけじゃない。ただ共に静かに過ごせるのも残りわずかだろうからな。いいだろう。What?